さあ今回もゴッドオブウォー前回のパートの続きをやっていきます。ミーミルを腰につけてやっていきます。ちょっとね怖いよ、ずっと背中側が映るんだからさ。ちょっとこのゲームだいぶもう顔真っ青だし、前回ここでねミーミルの顔をちょっとねまあピーして腰につけてます。で今回はこのミーミルの顔を魔女の家に持っていくところからですね。お、宝箱。おお、そういった剣だ。協力プレイ初めて見た。言語版の一部だ。組み合わせを試してみる。おお、ナイス。なかなかやるね。とりあえずこっちへ向かえばいいのかな。なんかここ道があるからね。でもずっと追ってきてたもんね、前回あの家まで来たあのやべえやつ、不死身のあいつ。魔女の家への道を覚えているか。いや、うん、真っ赤な葉っぱの森、湖の南、道もわかる。有能すぎる。息子が有能すぎる。生き返るかな。どうだろう、いい人だよね。あ、宝箱。首切っちゃったけど、いい人かどうかはわからん、まだ。首切っちゃったのはやばい、やばいけど、でもミーミルがやれって言ったからね、それに従っただけだから。こっちなんかアイテムありそうじゃね、なんかありそうじゃねって思ったけど何もない。謎の空間だ。これでブロックの元行くのかな。これ多分どこでもドア的なあれだよね。よし、かっけー、このシステム超かっこいいな。目的地がここか。でもここには飛べないっぽいから、いや、ここよりここのがいいんじゃない、ブロックの店。よし、お邪魔します。なにここ。ねえ見てよ、これきっと世界樹の枝だ。世界樹の枝。おい、道から外れるんだ。危ないぞ。分かってるって。世界樹の枝。やってきたのがあのバルドルだったなんてね。アース親族のバルドルだよ。しかも父上。バルドル。そうだ。オーディンの息子で、トールの兄弟。へえ。バルドルってんだあいつ。どうしてこんな。生き返った首に聞けばいい。分かった。生き返るかな。生き返ってほしいな。バカみたいだけど、本当に巨人がいたらいいなって思ってた。うん、みんな出て行ったんだね。残った蛇は最後の巨人なのかも。父上も種族の生き残り？だからあんまり話したがらない。種族だと。その家族のこと、ここに来る前どこにいたの？父上の家族は？その時が来たら教える。息子に話す時も近そうだな、真実を。すごいとこ、ここを通ってから移動するってことなんだ。あ、いた、ブロック。ブロック、もう勝手に歩いてるよ、勝手に歩いてるよ。俺何も触ってないよ。あ、話すのね。ブロック、ブロック、うるせえ、こっちは休憩中だ。じゃあいいじゃん。てめえも下の毛いじってっ時にわめかれたら頭にくんだろ。何言ってんだ。放っておけ。下の毛いじってる。まったく、もう押せ、今日ざめしちまった。仕方ねえからこっち来な。うまそう。腹は減っておらん。何それ、肉食ってけとは言ってねえ。シンドリと会ったよ。そりゃめでてえな。うまそう。何それ、飯捨てろ、やめろ。あれこれいじらしちまったんだろ。じゃあねえ、見せてみろ。投げんな、投げんな。あの喉ちんこ野郎。喉ちんこ野郎。重さとバランスの調整がまるでなってねえな。どんなあだ名。あいつ食えてんのか。え、優しい。多分ね。そうか。え、ちょっと優しさ見える。できたぜ。だから毎回一回叩いただけなんだよな。他に用あんのか。何このツンデレ。シンドレや時々仕事にのめり込んで食うことも忘れちまうんだ。ほう、心配してんだ。そうだ、飯だと思っても結局作らなかったりする。どうやら俺には二人分の胃袋と、うん、脳みそがあるらしいな。これうまそう。あのクズにか。何これ。冗談よせ。肉かな、なんかの。そろそろ集中してんだ。急
休憩しすぎちまったからな。ちょっと寂しいんだな。シンドリに本当は会いたいんだな。シンドル物を仕上げるには奴が。さすが兄弟だ。頭を使えばすぐ見つかんの。とりあえずブロック行ってくるわ。あ、そういえばミーミルのこと言うの忘れたね。この腰につけたやつ。魔女の家の道はどこだ。船で行くんだよ。あ、そっか、船で行くのか。ありがとう息子。よし、ここに乗る。いや、顔そこ置くの？魔女の家までの道を覚えているか。あっち、トール像の裏だよ。揺れたら落ちない？トール像の裏、この裏か。トール像ってこれだよね、多分。揺れたら落ちるぞ、それ。顔てか首大丈夫そう。あんまどっかにぶち当たったらダメだね。うわー、そうだね。戦う姿は美しかった。美しかったんだ。なんか今のシーン好きだな。水かかるぞ息子。無理や、ノーリアクション、全くリアクションないんだけど。怖っ。水かかって嫌だとかいう感覚ないんかな。やっぱさすが神だな。神の血を引き継いでんね息子も。こっちか。あと 70m。 確かそういえばこういうとこ来たね、魔女の家から。で、魔女はなんかもう見てそうだけどね、どっからか俺たちのことを。船を止められる。あ、ほんとだ、ここか。お、大丈夫か。ぶち当たったけど。落ちる落ちる首。おいおい、何その協力プレイ。水が引いただろ。あ、ヨルムンガンドがこれって目覚めたから。そうだよね。よし、ナイス。あ、ここにも扉あるんだね。こっからすぐブロックの元行けるってことか。おい、まあいいや、とりあえず一旦水が引いてる。なるほどね。確かにヨルムンガンドがね、相当水位上げてただろうから。魔女の力はすごいけど、うん、でも本当に首を生き返らせられるの？どうだろうね。首は確かな様子だった。失うものもない。もし生き返らなくても持ってていい？持ってる？どうやって持ってんの？魚にで食わせろ。いや、ダメだろ。笑うな息子。ちょっと半笑いだったぞ今。分かったの言い方。サイコパス親子？もしかして着いた？こっちか。あ、ここも行けんじゃない息子。すげえ、行けるとこめっちゃ増えてんね。あ、敵がいる。こいつ厄介だな。あー、厄介だね。めっちゃいるね。よし、ナイス。それ強いね、狼のやつ。息子もなんか強くなってきてんな、弓矢の扱いが。なにこれ。あ、またなんかあんじゃん。封印開ける系ね。何これ、井戸か。上は井戸になってんのかな。何これ。あ、登れんだここ。え、どこ行けんだろう。気になるけどちょっと待ってくれ。あ、何これ、なんだこれ。開けれる。これ息子と協力プレイか。すごい宝箱、装飾されすぎだろこの宝箱。すぐミスペルヘイムのルーンを翻訳できる。へえ、これ何ですか。これダメそう。なるほど。3つの紋章を壊さなきゃいけないっぽいんだけど、上とかにあんのかな。さては、じゃあ一回ここ登ってみるか。ちょっと魔女からは遠回りしちゃうけど、まあでもいいよな、うん、どこに繋がってるのか単純に気になるわ。あ、こっちか。アース神族よされ。はあ。神はお断りみたい。神お断り。え、入れないじゃん。この店神お断りかよ。あ。いたいた。上か。僕たち覚えてるかな。あ、ここで正解なんだ。魔女の家。なんだ。あ、二個目あった。いや違う。これ運べるやつだな。宝箱の。ヒントがどこにあるかわかんないなぁ。ちょっとそこ一回開けてみるか。なんだ音？なんか今すごい音したけど。よし、息子これ読んどいた方がいいぞ。あれ？あれ息子？あれ？で、これ当てんだっけ？違う。ダメだ。これ、そうだ、息子の能力が今雷になっちゃったから起動しないんだ。
一個前の能力じゃないと起動しないってことか。元気だった調理不便だね。魔女はいる？なんだその名前は。教えてくれたんだ。頭に響いてきてさ。はあ、調理って調理なな何の名前。 この子の名前調理。敵いんだけど。普通に魔女敵いる。敵魔女敵がいる。おかしくね。ここ完全に魔女の庭でしょ。ナイス息子。とりあえず倒すか。じゃあ終わりだ。倒したぜ。おお、なんだなんだなんだ。あ、家下ろしてくれた。倒した瞬間に敵がいるって分かってたのか。魔女大丈夫かな。ここに敵がいるって魔女の力弱ってきてんじゃないの。なにこれ。こことかもなんかあんのか。上登ったら。それは魔女の家あんまりなんか探索できてなかったもんね。あ、ここじゃん。ここが開くんだね。おい、なんだこいつ。よっしゃー、倒したー。なんかちょっと強かったんですけど、正面からダメージ食らっちゃって赤体力になっちゃった。あー、なにこれ。新しいなんかっぽいなこれ。あ、あ、上にある上にある。ん、待てよ、あれ回せるやつだよな。あー、これは何に合わせればいいんだろう。でも書いてないんだよなこれ。あと上になんかあんだよね。これなんだろう。新しい、違う、息子のあれでもない。これ初めましてだな。持ってないんだ。ってことは後からだね。まだなんだ。能力を手に入れたら魔女の家帰ってこようか。こっちに来い。こっちに来い。うん。何あれ。なんか壊れてんね。あれならわかる。瓶だ。はあ。風だ。風？下の台座で使うんだよ。Pって書いてある。ポッキーのPか。さては。よくわからんな魔女のとこ。とりあえず一旦戻ろっか。回復だけしてえな。息子降りるぞ。よし。なんかあれくらいだったら今のとことかロープ使わなくても降りれそうだけどな。この親子ならめっちゃ回復した。なんとある。はやぶさ、たか、キジバト。ほう。空の海を泳ぐ。めっちゃ謎解こうとしてるけど、まず魔女に会いに行かない。すごいすごい、やったよ。これ何。ちょっと魔女に会う前になんか解いちゃったよ一個。宝箱だ。開けてみよう。すげえ豪華な宝箱。いいの入ってんじゃない。へえ、破壊の波動を放つヘラジカの霊を召喚。いいじゃんめっちゃ。ヘラジカの霊破壊。物騒だねなかなかね。まあ、いや、ちょっととりあえず魔女に会いに行くか。魔女いるか。腰にとんでもないもんつけてんだ。父上いたよ。あれいる？やっぱり生きてると思ってたんだ。ああ、いた。また会えてよかった。うん。元気。元気元気。生首を生き返らせて。あ、言ってることがよくわからない。ちょっと、どこで見つけたの？その矢を渡しなさい、早く。もらったんだよ。言われた通りにしろ。この矢はとても危険なの。呪われてる。もし他にも見つけたらすぐに壊すのよ。私が言ったこと分かった。返事は。分かったよ。見つけたら壊すってば。ごめんなさいね。お願いよ。代わりに私の矢を持って行って。もう使うこともないから。はあ、それで。首が何ですって。何だったの今の。いや、これが一体誰だか分かってる。彼を殺したの。そう望まれてな。お前なら蘇らせられると。私が。聞き間違いじゃないの。お願いだよ。有名人なのか。ミミルはヘイメレ。ずいぶん長いこと呪術は使っていないけど、首を持ってて見てみましょう。そうね、
幸いなことにあまり腐ってないし、脳も無事みたいね。寒かったからね、移動する場所が。切り口も綺麗。よりによって彼の首を跳ねるなんてね。どうなっても知らないわよ。じゃあ首を鍋の中に入れて離さないで、絶対よ。すげえ。こんなんで、おお。うわ。何食べてたんだ。さあ見せて。え、生き返るの？ミーミル、聞こえる？ああじゃないでしょ。おい。フレイヤ様、お久しぶりです。お元気そうで。え、手下なの？感謝なさい。私に言わせれば、あなたは死んで当然なの。ひざまずきたいところですが、お許しを。森の魔女がフレイヤ様だと知っていたら、頼みなどしませんでしたが。フレイヤ、あの女神フレイヤ。知らんかったのか。お許しを。ミーミルが逃げたと知れたら、オーディンが黙ってはいないわよ。お前は神か。お前は神か。すごい神だったな、この人まで黙っていたのだ。あなたにそれを言われる筋合いはないと思うけど。出発するぞ。でも来るんだ。腰につけてくんだ、ミーミル。またどういたしまして。なんであんなこと。信用できん。神だから。お前に教えたはず。船まで戻る。助けてくれたのに。フレイヤーの動物の名前変わった。誰しも秘密の一つくらいおっだろうって。喋ってくるな。結構今はお前の助言など必要ない。はいよ。なら湖にあるテュールの神殿へ向かうぞ。ヨトンヘイムへ案内してやろう。おい、ありがとう。神殿、なんで。ミズガルズに住む最後の巨人に聞くんじゃ。あやつなら知っとるじゃろ。なるほど。ムンガンド、もしかして彼と話せるの。いかにも。あやつが話す言葉はこの山々よりも古くから存在する。すごい。ミズガルズで話せる者はおらん。わしを除いてじゃがな。本当？そうじゃ。見た目に似合わず、ヨルムンガンドはなかなか話好きなやつなんじゃ。あいつ？話とかすんの、あいつ。おい、これ誰の尻尾だ。お、俺だったみたいなギャグしそう。ヨルムンガンド。これ待って、船じゃなくていいんだもんね、別に。これで戻ればいいもんね。このどこでもドアでね。ここに行きたいからまたここに行けばいいんだよ。よし。あ、絶対ここ歩くんだね。でも毎回走るぜ息子。あの夕日に向かって。なんでフレイヤに唾吐かれたの。いや、バルドルのことを奴は不死身だと言うの。そうじゃ、あやつにはいかなる剣も魔法も効かん。不死身なのじゃ。神のおごりだ。誰しも弱みはある。だが彼にはない。あやつにはいかなる剣も魔法も効かん。不死身なのじゃ。すごいね。そうか。その力の源は、思い出そうとしたるんじゃが、確か、術か。術。まだわしの脳が目覚めきっておらんようじゃ。てか長くね、ここなんか。しばらくすれば思い出すじゃろうって。なんか長くね。大丈夫かな、本当に。あ、話待ちだったのかな今。扉出てくるの。蛇とはどう話す。足の真ん中に大笛が置いてあるはず。あー、あった。あったわ、大笛。これって話すようなんだ。面白い。酔いそう。ここでこんな走ってたら酔いそうだけどな、ミーミル。大丈夫か。俺絶対酔うわ。で、これはどうやって使うんだっけ。あ、こうだ。よし。もう蹴るな。ヨルムンガンドと話す。よし、オーブエを吹かせてくれ。ああ、ミーミルが吹くのね。クレイトスじゃなくて。どんな絵だこれ。すーげー肺活量。来んのか。いや、やばいもんな、マジで。デカさ。起きた起きた。
い、なんか食ったぞ。あのトールの像はオーディンが建てたものなんだ。あ、そうなんだ。ヨルムンガンドがあの筋肉バカを心底目の敵にしとることから察するんだ。見るのも嫌だったんじゃろ。でも飲み込むなんて。あやつとトールには浅からぬ因縁があるからの。そうなんだ。それは先の話。先の話。あやつにしてみればそれは適当でも、トールを丸の店には気が済まんかったってことじゃ。聞いてみるか。聞くのはヨトゥンヘイムの道。すげえ迫力。さあやってみるかな。なんか喋ってんな。でも大丈夫？ユムヒミミ。いやすごい迫力。わしのことも覚えてる。およかった。だいぶ違うけどね、見た目。でも覚えてるんだろ。モー君のフントゥン君、アオニアメエコノスノブン。どうだ、いい感じか。話したんじゃ。助けてくれ。マジで？なんでなんで？なんて言ってんの？字幕書いてくんない？落ちこ。おお、気にせんでいい。おお。あ、動かしてんのか。わしらを案内してくれてるんじゃ。なるほどね。よく聞くんじゃぞ。巨人の国へ行くには2つやることが。まずヨトゥンヘイムへの道を開く旅のルーンを学ぶこと。旅のルーン。そしてそのルーン文字を旅の門に刻むんじゃ。ミーゲルがいたあの山頂の門。そのとおり。ありがとう。じゃが無限の知恵を誇る巨人はそこらにあるのみでは文字を刻めんようにしたのじゃ、門を開くには魔法ののみを使わんといかん。魔法ののみ。じゃがのみのありかは知っとる。そう遠くはない。ちょっと怒ったような気がした。それはの、オーディンの仲間と言ってしまったからじゃ。すまんな。シラフでは使わん言葉じゃからの。シラフでは使わん。ヨルムンガンドすごい。また水位が下がった。世界の塔や像がもっと見えるよ。探検できそうなところも増えたね。ノミはどこにある？ひとまず船、それからじゃ。ありがとう、ヨルムンガンド。どこ見てんだろう。一仕事終えてどこ見てんだろう。すごいだ、ミーミル。あんなやつと喋れるなんて。オーディンの仲間って言ったって言ったけど、それは大丈夫そうなんか。ちなみに食われたりしないか。方角的には向こうか。とりあえず船乗ろうか。すごいね、どんどんと新しいとこ行けるんだろうね。魔法の飲みを探しに行くか。うわ、だいぶ下がってる。もし探検するか。僕はどっちでもいいよ。どっちがいいんだろう。とりあえず船乗ってみるか。鳥がめっちゃいんな。だから顔の位置。ノミはどこにある？漕ぎ手の像の間を通り抜けるんじゃ。漕ぎ手の像。これか。いやでもここら辺敵が強かったからな、一回来た時に。ちょっとトラウマあるんだよな。一回まず向かうわ。自分の力を強めてからの方がいい気がする。フレイヤに唾を吐かれた理由は何だったの？それまだ聞くんだ。今のフレイヤの辛い状況を作り出してしまったのはわしのせいでもあるから。あ、そうなんだ。それはアース神族とバン神族の長き戦闘まで遡る。その昔、アース神族は戦えば無敵じゃ。あれ待って、行き止まりだ。だが長き戦争でバン神族に強敵とぶつかったんじゃ。ほう。どちらも多大な犠牲を払った。そのあまりの無意味さに、かつては争いを好んだ者たちも戦争を意味嫌うようになったんじゃ。目的地的にはお前さんもそうじゃ。あ、そんなわけで限界を迎え、そしてついにオーディンの最も優秀な助言者、有名な解決策を提示した。はあ、話はもう終わりだ。歩いている間は旅に集中しろ。なんかいる。待って、なんかいる。この続きは。なんかいる、なんかいる、なんかいる。なんかいる、なんかいる。青いやつがいる。なんだこいつ。え？
何こいつ。そこのあなた、聖あるものよ。亡霊。愛するグルベイグが呼びかけている。安らかに眠りたいと。うん。しかし彼女の骨はバラバラだ。お願いだ、彼女を元通りにしてくれないか。え、骨を集めてくれってこと。うぅ、グルベイグのセイズ呪術に限界はない。ほう。死者と再会することすら可能だぞ。すごい。なんか本当？どうやって。聞くな。あなたも悲しみを抱えているな。信じてくれ、彼女の強力な呪術で生と死の間に架け橋を作れる。ほう。短い間だけだがな。聞くな。行くぞ。これサブクエストかな。あいつらはグルベイグの骨を3本奪い湖にばらまいたんだ。でもやっぱ息子からしたらそりゃお母さんと話せるかもって思うから気になるよな。あー、これ開けといてね。けどこれって、なんか厄介なやつ出てきたんだけど。ちょっと待って、これ戦わなきゃいけないのか。絶対これ絶対戦わなきゃいけない。そんな気がすんね。危ない。よし。ほっ、あ、やばい。待て、もう一体いる。厄介なやつが。待てよ待てよ。あー、やばい。怒るか。先に倒そう。いけいけいけ。いいよ。いや、後ろだって言われても今ちょっと待ってくれ。ミミル危ない。いけ息子。危ない。いやー、こいつらからやった方がいいかな。外した。うわ、なんかいたな、こういう。おー、投げてきた。そんなことできんの。すげえぞ。お前ら部下じゃないんか。敵同士なんか。お前らも不思議だな。危ない。爆発する。ダメージ入ってんのかな。危ない危ない危ない。左からじゃんって言われてもわかんないよ、ミミル。危ない危ない危ない。おー、痛い。ちょっと雑魚かさ。おい、なかなか強いじゃないか。あ、いける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 。よっしゃー、いただき。さあ来た。でこいつを使って攻撃。まとめて攻撃。もういない。まだいる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 。よっしゃー、オッケー。であとちょっと。いいぞいいぞいいぞ。あいつの音。おい、まだ。え、なんであんなダメージ入ってないの。よし、倒した。で、お前だけだ。いやちょっと強かったな、今の。何喋ってんだ。いけ、息子。いけ、息子。まだ無理。いけ、息子。ナイスナイスナイス。そこからドーン。よし、やっとだ。強かったな、ちょっと。あー、待って、乗っちゃった。なぜだ。聞いたでしょ。あの火薬だけ取りたいな。でもいいや、一旦。俺は好きにしろ。アイテムは全部取れたし。亡霊の使い走りをする気はない。探しているそののみは一体なんだ。よくぞ聞いてくれた。話を聞かせてやるわい。その昔サムールという巨人がおった。サムール。とてつもなく巨大な巨人じゃ。その巨体とは裏腹にサムールは誰もが認めるこの世で最高の石工じゃった。石工じゃった。サムールはその技術を息子へ伝授したいと願っておったが、若いフリムスは戦士の心を持った。どうしたんだい息子。父が恐れを抱いて。虫がいたんかな。息子に恐れがなかったのか。どちらにせよ親子喧嘩は手がつけられなくなっていった。そしてついにサムールは、ダーッと息子を殴った。息子を殴った。そしてフリムスルは逃げたのじゃ。はあ、恥と後悔からサムールは息子を追いかけた。無我夢中だったサムールは気がつくとミズガルズで道に迷ってしまっていたのじゃ。ほう。悲しきか、その世家から遠く離れた地でサムールは出会ってしもうた。目の前にいたのは、うん、トールじゃ。トール。それでどうなったの。時期にわかる。え、すごい寒いとこなんだね、ここ。だからサムールなのかな。トールすごい。
でっかいハンマーがある。そう、万神族の神ニョルズを信仰する素敵な村の上に倒れたのじゃ。はい、ホールは村も潰したと称えられたが、巨人の下にただ村があっただけじゃ。とりあえず降りましょうか。これ服着替えた方がいいんじゃねえの。寒そうじゃないこの服。寒さは影響しますか。あ、ここにもある扉が。帰りやすい。いいね。できる？ウルバ、合図ちょうだい。行くよ。はい、集中しろ。一体だけか。でもそんな強いのかなこいつ。うわ、なかなかやるね。なんだ、狼男的な感じか。いけよ。うわ、ほい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 。まだ出てきた。よーし、出した。強かった。巨人の飲み、その先端がいる、それはそれは大きな飲みじゃぞ。飲みっていうとさ、なんていうの、生物の飲みを想像しちゃってなんか嫌なんだけど。違うよね、違う飲みだよね。うん、もう落ちた。これ指輪なんだ。でかすぎる。引っこ抜くのか。なんだ、押し込むのか、回すのか。違う方だな、こっちか。ぐるーっと回して、あ、これ逆側まで回さなきゃいけないのか。割れないよね。あ、なんか溶かさなきゃいけないのかな、氷を。ここは無理だもんね、まだね。魔法で封印されとるな。へえ、魔法なんだこれは。ミーミル何でも知ってんな。ミーミルって名前が可愛い。てか、あー、分かった。ここまでやって、あー、じゃあいいのかな。ここまでやって爆発させんじゃね。なるほどね。じゃあ逆側の、あれ待って、一回しか割れない。あ、いや時間でね。ナイスナイス。こっちもじゃあ割って宝箱だけ取っとくか。よし、便利だね、指輪がこんな爆発するなんて。よーし、なんだ、お、やった。お邪魔しまーす。敵いんのか。いるね。あれ、なんか、いや、あれ敵じゃないかもな。うん、だって赤く表示されないもんね。あ、違う、ああ、敵じゃない。あっちも敵じゃないんだな。まあとりあえず降りてみるか。生き残った人たちは、ああ、サムールは下の巨人でな、死んだ時最後の吐息が全てを凍らせた。すごいな。だからやっぱサムールなんじゃない。そいつが言うこと全部滑ったんだろうな。面白いこと言ったとしてもサムーってなってたんだろうな。かわいそう、サムール。俺だったら耐えられないな、全部受けないみたいな。こっちや。あ、ごめんね。あー、よしよし、一人これね。あれ、復活してない。気のせいか、別のやつか、あれは。あー、やべやべやべ、びっくりした、崩れるかと思った。なんだ、ただの回復アイテムか。こっちもなんかあんね。はい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 、開けておきましょう。いいね。なんだ、レア上半身防具、ちょっと見てみるか。防御力10だ。でもちょっとさ、あったかいやつに変えとくわ。でもルーン24、強いのかな。あ、防御力31、強いじゃん、俺にしよう。どっちも寒いわ。寒いけど強い武器、強い防具にした方がいい。行くぞ息子。さあ、この上に何があんだ一体。ああ、壮大すぎる。でっか、飲みの先端を探せ、巨人の飲みが必要じゃ。でっか、マジで規模感やば。その吐いた息が今もなおずっと寒いってことでしょ。やばいね。戦うの？待てよ、戦わなくていい選択肢もある。撃つな、
分かったやるぞって、待て、俺撃つって、俺撃ってって言ってないよ今。俺今撃てって言ってないよ。やばい、もう完全に自我を持ち出してる。危ない、近距離じゃないとね倒さないからこいつ。よし、倒した。この狼強いね。なんだこれ、ソリで運んできてある宝箱、いただき。お、腕防具、いいじゃん、だいぶ上がるじゃん防御力、つけとこう。結構あれだね、自分で防具作ったりしなくても落ちてる防具で間に合うね。うん、あ、腕防具試してみるか。うん、まずまずだな。ちゃんと痛い、ちゃんと腕が痛い。誰だ、蹴るなよ息子。蹴ってないよな今。いや蹴ってないよね。見て、世界中の銃撃だ。ほんと、どう使える。あー、なんか爆破させんの、結晶の台座だ。でも結晶は爆発させ、これ何乗せてんの、肉。ほんとだ、結晶の台座はあるね。これ撃ったら爆発するやつだと思うけど、あー、ここにか。奥もなんかありそうだけどな。一旦開けるか。いけ、あれ、これ撃たなきゃいけないんだっけ。よし、あー、これか、またこれ、また揃えるやつ。あれ結構こん取り逃してるからね最近。あの上にもあんな、うん、あれは何すんだ、あれ爆発すんのかな。一回投げてみよっか。一回投げて、息子行くぞ。どうだ、わあ、すごい、大丈夫なのこんな扱いして。決勝、読め読め読めじゃない、読んでください。海の恵みをニョルズに捧ぐ。ニョルズは漁のために風と海を沈めていたと信じられておるのじゃ。ほう、じゃから漁師に愛され崇拝されとった。なるほどね、怖っ、背景怖っ。とりあえず置いてみるか、これどうなるか。こいつ動き出したりはしないよな、なんか顔刺さってるから。どうした息子、これって結局どうやって起動すんの。撃つわけじゃないんだもんね。なんか息子の能力って変えれたら、やべ、息子の能力って、あー、息子の能力変えれる。そうなんだ、なにこれ、なんかできた。うお、なんだなんだ、おお、そんなことできんの、レジェンド。へえ、極の属性強化、ブロッコリーのとこ持ってこう。息子の能力変えれんだ、俺なんでこれ知らなかったんだろう。絶対どっかで説明あったはずだよね。こっちも行ってみるか一回。やーばいなこれ、うわー、びっくりした。おい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 、いやでもこいつら弱いんだよな、そんな強くないからいいんだけど。面倒ではあるんだよね、そう。しかも寄生するからね、他の敵に。でも他の敵いなくてよかった。普通のゲームだったらマジで今のところとか回り道するんだよな。サムールの頭部、エリアの名前になってんだ。うわ、すごい。どう降りるの、どうりようね。考えがある。まことか。驚くことではない。悪気はないがの、ミョルニルを手にしたトールでもあの氷を割るのは無理と思うが。奴が愚かなだけだ。こりゃ見物じゃの。どうやって割るんだ、こうなんだ。あー、すげえ厄介な奴がいっぱいいるわ。わ、割れね氷。あ、割れないね、なかなか簡単には。こいつ火属性っぽいのに、こいつら。ちょっと待ってくれ、2体も来たんだけど。嘘でしょ、さすがの怒りモードでもきついとこれ。なんでこんな来んの、やばいやばいやばい、マジか、こんな来んの敵。ちょっとこれはやばい。うわ、割れてる、割れてない、こいつらが暴れて割れるってこと、もしかして。考えて、そういうこと、俺がボコられることによって氷が割れる的な。違うか。おお、よしよしよし。いや強すぎる、マジで。雑魚から倒そう、でも順番に。な
んだこの絵この絵何わお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 すごいあと1体だもうちょっともうちょっと終わり終わりもう終わりじゃあ倒したいやちょっと一瞬絶望したけどシンドリシンドリどっから声したなかなかでしょ上から下ろしてくれたんだまあまあだいやよかったよ息子ありがとうねなんでいいんだここにシンドリ大事なとこに毎回いんなやっぱ自由にあの扉を使えるどこでもドアを使えると強いねすごい戦いでしたねうんうわーほんとうさあどうぞあもったいないせっかくのリンゴ今までどこにいた隠れ場所などないはずだうんああそれ私たちの特技でしてね自分の身を隠せるんです隠せそう本当になんか世界と世界の狭間に入れるとでも言いましょうか皆さんの脳はこれを理解できませんから何も見えないどういうことこうして私たちは自分たちの武器を使わずに済むんですまあドラゴンにはバレちゃいましたがブロックがシンドリのこと心配してたけど元気そうだねブロックが私のことを酒臭くありませんでしたおいびっくりしたやめろ俺が一番ビビったわまたブロックがいじってる毎回このお互いにいじり合うんだなまったくかわいい。ブロックがすぐ神殿に来られたのはその特技のおかげか。さあ静かにして集中しないといけません。ずっとくっついてたってことかブロックは。それで本当にいいんか。すごいな。めっちゃ軽く叩いただけに見えんだよな。毎回毎回。どんな気分です？なんかちょっと強化でもしてみるか。リヴァイアさんのアップグレードしてみるか。はい、こんなん打ってんだ。防御力36だ、でも。強。強いなぁ。これは何なの？レベル4の防具。レベル4の防具が買えるようになったらにするか？でもなんか素材が足りないね、全然。これ銀のかけらだけで買えんだ。そういうのあんまりなんか魅力感じないなぁ。なんか攻撃力上がるやつがないのかなぁ。うん、足りないね。なんか、曇る残り火が足りない。全く足りてないね。アップグレード、リヴァイアさん。アップグレードしとくか。レベル4に。攻撃は上げとく必要あるもんな。よし。いてついた炎がないとダメ、無理だと。防具もちょっと上げとく？いや、いっか。いや。あげとっか強い40になるのは強いよし防御力90今90これもあげとっか96かな綺麗に使うよね今これつけてんのか防御力22にまああげとっか余裕あるしなうんでリヴァイさんのこれは何があんのクールダウンボーナスまあいらないやこれ さてと他にはありがとうこれだけでいいこれ爆発すんじゃねおお巨人のヒゲヒゲを爆発させたわかるか父上ならじっと待つなんてことはしないそうだでもどうやって進むのうんどうやって進むんだなんか目的地こっちにあんだけどサムールは宝石が大好きだったんだヒゲにまで編み込んでる見た目はいいのその雪で覆われた死体にしては見た目いいかマスコン爆発できそうなんか
ヒゲを爆発させんのかな。あー、当たんないね、あれは。あ、回んじゃね、あれもしかして。くるっと、なるほど。え、一回転した。なんだその間に。いけ、惜しいぽいな、そういうことっぽいな。いけ、むずっ。ちょっと待って、めっちゃ難しい。いくよ、息子。はっ、ナイス。おーっと、気をつけて、ここは店なんです。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、当たんなくてよかったよ。おお、あ、そっち行けんな。息子行くぞ。おもろいね、ヒゲを回して、ヒゲの指輪を回して。ヒゲの指輪ってなんだ。そうだ、あの中に鬼を放り砕けるものがあるってこと。違う、違うんだ。なんだろう。お、ネズミがいる。ジェリーがいる、ジェリーが。なんだここは。敵の声がした。いるね。うーわ、なんか強そう。なんかちょっと強そうじゃないこいつ。あー、なんか鎧つけてんだな、厄介かもな。え、ダメージ入ってなくね、息子。いける本当に。うわー、うわー、初めまして感あるこいつ。あ、すごい、背中で。あー、やばい。うわー、ちょっと今避けたんだけどな。いや、弾かれんね。硬いね、あの鎧。硬い、この湖深いみたいな。あ、川か、あれ坊ちゃんみたいな、溺れる坊ちゃんみたいなセリフ。はーい、おれ。あー、なんかいる上に。あいつ厄介だ、あいつが倒そう。はい、よし。あいつ一撃なんだな。いやー、避けれなかったか今。間に合わなかった。あー、危ない。うわー、強いなそれ。なかなか強いね。スパイクアイテムないし、あんまり。え、あー、厄介。まず倒そう、背面倒そう。倒したらなんかアイテム落としてくれる感じか。で、わけない。やーべー、回復するんじゃ。回復したいけどね、ちょっとないのよ。あー、あった。あいつ背中向けてゆっくり向かってくんだな、可愛い。ちょっとそれは、おらおらおら、俺の怒りはお前のそんな防具なんか全部全部破壊できるくらいの力はあんのよ。あ、危ない。いいよ、強すぎるな、やっぱ怒りっていうのは。なんか顔似てね、顔クレイトスに似てね。倒した。ドワーフに見せる。ドワーフに見せる。ミーミル、なんだこれ。この場所知ってるの。外交目的で一度のアースガルズとバナヘイムの仲立ちをするため、あの戦争で多くの命が失われた。なるほどね。トールがすでに多くの巨人たちを殺していたことを知らんかったが、なんかあの上のやつを回りそう。神々の戦なのになんで巨人を。理由などない、悲惨な話じゃ。争いに関わらなかったのよ。だがオーディンの必要さにトールの知恵の渇望が追い打ちとなってしまうた。なんだこれ。あ、いや、登るってことか、これ登るんだな、これ どういう向きに登りたいんだろう。あー、一応こうやっとくか。回復ありがてー。多分こっちからぐるっと回って登んじゃない今のとこ。あれ違うの。いや、いずれ来そうだ。一旦こっち行こうか。え、これ行ける。あ、そっちか。おお、息子おいで。下か、下だ、下だよね。はい、で、こっちか。すごいとこ行くね。息子絶対ミエミルのこと蹴ってるよな。え、行き止まりに見える。行き止まりだ、違った。宝箱があっただけでありがたいと思う。こっちか、すごいとこ行くね。でから上ね。はい、でこっち、でこっち。はいはいはい、よーし。うん、え、ダメか、何も起きない。
何か割るんでしょう、きっと。あ、動かしてから割るんだろうね。こっち動かしてから爆破させてこれを割るパターンだと思うんだけど、動かすことはできんのか。おおお、あー、そういうことか。向こうやったタイミングでってこと。え、面白い。せーので、はい、よーし、もう一回か。だいぶ落とせた。もう一回か。せーの、はい、素早く打たないとね。ナイス。おお、いや、すごいな。これだったんか、あのハンマーみたいなやつ。どうなる？まだ引っかかってんね。あー、これでワンのね、氷を。これはこっそりとはいかんの。賢いね。あとは別の帯を外す。待って、よし、宝箱だけ回収しよう。さあ回収ね。これ何、登れんの？まさか、まさか登れる感じ。わあ、すごいね。飲みは下なのになんで上に登るの？考え、考えろ。飲みの先端は熱い氷の下だから溶かすことはできない、うん、だから割るってことね。近くに僕が打てそうな結晶もないから、うん、それも無理だ。おお、そうだ、うん、それなら氷を割るしかない、うん、でもそれにはとんでもなく重いものが。おお、わかった。天才、よし、すごい。答え初めから知ってたかのような行き着き方。連想ゲーム超得意だ。わあ、行くぞ。下に落とすには土の向きを変えないと。うん、それは無理だ。帯を切り下に降りる。その後にどうするか考える。はい、結構運任せってことだね。むつかぶれよ。お前に他の考えがあれば聞くぞ。はい、で、よっと、よっと、よし、着いた。結構大変だったな、ここ。あー、これを外すのね。え、これ大丈夫？外して乗ってて、これ乗ってる状態で外して大丈夫なのかな。あれ、待って、どうやんな。来た、来た。よいやー、頑張れお父さん。よし、あー、やばいかも、やばいかも。黙っている、黙っている。わお、飛べ。ダメだね、少し傾いただけ。傾いただけ。なんかまだ必要なんか。で、これを回収。もう物回収しすぎてわからんな。お、下半身、どうなのこれ。あ、でもまだ取ってないのか、これルーン着とくか。102、防御力102突破しました、ついに夢の100。なんだここ、床が崩れてる。本当だ。でも行けない。あ、あるね。一人なら行ける、一人なら行ける。ここを行くんだ。おい、道は作った。おいって言ってくれって言ってくれ、頼むから。あ、回復ある。ってことは敵出んじゃないのこれ。大丈夫？敵来る気がすんな。なんと書いてある。うん、時の流れが乱れし時、逆光こそが進む。なんだこれ、上登んのかな。逆光、逆さ。あのシンボルは季節か、うん、そう、でも順番が違う。本当だ。本当は冬、春、夏、秋だよ。なぜ冬から始まる？母上が歌ってたんだ。それなら知っておる。ほう、冬は。おい、黙れ。音楽も嫌いか。わかった。絶対音楽が嫌いではないんだよな。おい、ほう。バー、ハウスト、ベータル、スーマ。わかった。お、ダメだ、お、間違ってる。おい、違うのか。え、なんかこれどういうこと？ベータ、スーマ。え、ちょっと待って待って待って。あ、俺がやるってことこれ、もしかして。何も起きない。あ、あの下やって。あ、この順番は何だった？冬、春、夏、秋。冬、まず冬にしようか。左からでいいんかな。冬がまずどれって感じだけど。冬、春、え、春今のでいいんじゃない。でも
なんか新しい、あー春チューリップだな。夏、秋、秋がこれか、紅葉ってことか。よし、かけ。ベートル、バー、スーマー、ハウスト。お、いいんじゃない。ん、あーダメだ。でも母上の歌の順番はこう。うん、ダメなの。え、おい、え、どういうこと。ベートル、バー、スーマー、ハウスト。ちょ、もう一回入力してみてくれるか。母上の順番はこうなのに。あーダメだ。違う、でも母上の歌の順番はこう。うん、逆からってこと。逆以外ないよな。逆にしてみっか。一回冬、春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 、夏で秋。太陽のマークは夏なんだ。はい、逆向きにした。どうだ。ハウスト、あ、いた、逆向きだったんだ。へえ。アトレウス、あの言葉を。ソーラ、意味は耐える。うん、試せ。ソーラ、おお、おお、大丈夫。治った。よくやったの。すごい。もう一度かけ。ソーラ、回ってるゆっくり。おえー、書き続けろ。ソーラ、上に上がれんのか。ソーラ、ソーラ、首よ、何が起こっている。首っていうな。時間の魔法じゃ。かつて蛮神族が使った危険な魔法で時間を止めることができた。すげえ。ノルズ自身も気に入っておったの。かつて、なんでやめたの。実は時間を止めると太陽と月も動かなくなってしまうことが分かったのじゃ。だが、それらを追いかける狼たちまでは止められんかった。じゃから結局、時間は止めないことにしたというわけじゃ。ああ、厄介だね。最大に行けない。待てよ。はい、いいよ。いっぱいいるな。落ちろ落ちろ落ちろ。待てよ。よっしゃー、いいぞ。いっぱいいるね。落とした方が早いこいつらは。うん、落とした方が早い。もっと来る。よいしょ。ほい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 、いいね。よっしゃー、全部落ちたんじゃない。まだいる。ナイス、いいよ、いいよ、倒したね。ルーンをかけ、床が崩れるぞ。耐えてくれ息子。これで回収しよう。おー、危ねー。崩れるとこあるんだ。まだ出てきそうだね、これ。なんかなあ、わかるか、クレイトス。あそこから出てくる。ここはトラブルだらけの。なんだ。待って、上になんか時間表示あるんだけど、もしかして時間間に合わないと死ぬ的な。非常に厄介だね、これは。よっしゃー、倒した。もう平気。結構出てくんね。まだもう一回くらい出てきそうだけどな。回復だけしとくか。次怒ってもいいな。そこでラストだもんね、その段で。あー、出てきたわ。あー、厄介。超厄介だね。ナイトメア厄介よ。ナイトメアは厄介よ。でも投げたら問題ない。よっしゃ、はい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 、怒ろうか。あ、落ちろ落ちろ落ちろ。はい、怒りは落とせるからいいよね。いいよ、ほいほいほい。全部と戦ってる暇はないからな。やばいやばい、終わる。危ねえ。ギリギリ
マジでギリギリ。おい、いや、踏むな踏むな、あぶねー。あれ、まだある。待って、まだ出てくる敵。今で結構ギリギリだったんだけど、ちょっと待ってくれ。あー、なんかいる、なんかいる、厄介なやつ。なんだ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 。父上、台座が下に落ちた。やばいやばいやばい、マジかよ、マジかよマジかよマジか。あー、あれ爆発させろ、いいな、爆発させろ、爆発させろ、爆発させろ。よし、で、あっちも、はい、で、登んのか、登んのか。いや、よし、あぶねえ。怖え、そういうことか。よし、いや、強かった。よくやった、よくやった。お前じゃない、お前じゃねえよ、マジで。通じないやつじゃの。冗談か、ならいい。よし、行くぞ。いや、時間制限ある戦い初めてやったけど、おもろいね。ギリッギリだったぞ、途中、ね、マジでミリだったぞ、あと。どうやって落とすの。押す、え、任せよ。押す、押そう。いいか、気合を入れて全力で押せ。一緒にな。わかった、連打か、行くぞ。あー、重っ。よし、行け、割れろ氷。どうやって下に飛ぶんだ。え、行くぞ。え、うっ、すごい。よく捕まれたな。慌てるな、大丈夫だよ。あ、危ない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 、掴んだぞ。おー、いや、ミーミルが、ミーミルが死んだって絶対潰れたでしょ。危ない、ナイス。お前さん、どうかしとるの。無事か、うん、よし、先を急ぐぞ。これで割れたんか。でもよくやった。こっち右かな。いいコンビだね。でもミーミルとクレイトス。おー、なんか光ってる。いや、物を壊すことにかけては天才じゃの。それを覚えておけ。忘れはせんよ。なんか刺さる一言を言ってくんな、こいつ。下か。で、これ下降りていいんかな。下は降りれそうにない。あ、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 え、これ上しか行けないよな。わーお、おい、なんだ。おー、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 すごい。これ急いだ方がいいのか。え、ま、なんだ、やべ、喋ってんな、なんか。あ、なんか言ってんな。あいつは喋れんのか。父上、静かに。あいつは喋れんの。待て、これ宝箱だけ開けたいんだよな。あ、いける。よし、これだけ開けよう。何が入ってる？ああ、強化アイテムかな。いや、あれてか、いける？こっち行く、こっち行く、で、あ、こっちか。誰が話してんだ？あいつら3人が話してんの？違うよね、こいつらは。違うよね、ああ、違うわ。念のためね、回復ありがてえ。こっち行けないよな。で、誰が話してたの今一体。え、ってかこれどこ行けばいいの。行けないもんな。え、あ、これこっちか。バルドルと一緒にいた奴らだ。おいだっけ。ああ、マグリと王子。なるほど、仲間なんだ。息子たちじゃ。なるほどね。アス親族とトールは最悪だって母上はいつも言ってた。うん、父親としてもダメなんだ。奴らはいい大人だ、言い訳などできん。シンドリは平気。透明になれるからな。そうね、透明になれるの強いね。さあ、うわ、なんかダイニングみたいなのある。ミズガルズ随一を誇る大食堂。うわー、ごめん、
お前さんは物を壊さずにはおれんのか。ごめん、ちょっともうちょっと見たかったんだけど、大食堂じっくりぶっ壊しちゃったわ。破壊の力が目覚めてる。何したいんだ。記憶が正しければ首長の玉座はあの氷壁の向こうじゃ。ああ、じゃあ壊すんだね。何回か何回かやって壊すのかな。あれ、あんま割れてないね。あ、変な方向にぶさかった。あれ壊れちゃった。いや、逆にいいんじゃね、投げれるから。ああ、そういうこと。でもこれってさ、あー、そっか、自由に割れんだっけ。うわー、なんで生きてんだ。冷凍保存されたのかな。冷凍保存、うわー、強そうだな。厄介だよこれ絶対。足元かわいく切りかかるか。あ、でもさ、これさ、これ使えんじゃね。あ、使えない、マジか。うわ、痛い。足元切ってればでもなんとかなりそう。いいぞ、倒すぜ。おわしゃ、わー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 、それ好きだね。その岩で引くの好きだね。なんかゲットした。ここからじゃ無理だ。敵を踏み潰すイノシシの群れの霊を召喚する。はえー、今狼にしてんだよな。何が強いんだろうこれ。イノシシの方が強いのかな、どうなんだろう。え、かっこいいのハヤブサだけどね。ヘラジカはどんな感じ。かっこいい、ヘラジカも。やばい、中二病心的にヘラジカなんだよな。アップデしとこ、アップデしとこ。よし、オッケー。でどうやって登るんだろうね。これ使えなかった、こことかなんかつけてさ登んじゃね。あ、違う、びっくりした。登れるようになるパターンかなと思ったけど、こっからじゃ登れないのか。使いそうではあるんだけど、あー、なんか宝があんね。割れないよね。もう一回投げてみる。なんだろうこれ、どうしたらいいの。ちょっと待って、こっちも崩れんのか、もしかして。なんかちょっとひび入ってるもんね。あー、そういうこと。うそー、マジかよ、やば。血の気を、ナイトメアもいるし、なんかちょっと変わったナイトメアもいるし。終わりだ。ちゃんと歯磨きはしろよ。まだ倒した。オッケー、ありがとう。ごめんね、ちょっと今回矢に頼らなかったね、あんまり。何、ここも壊れたけど別に行けるところが増えたわけではない。あー、じゃあそっちも壊れんの。これ待って、もう一体戦う。さてはこれもう一体戦うってことですか。もうお腹いっぱいなんですけど。いやー、マジかよ。よーし、終わりだ。倒した。結構ハードだったな、ここは。あー、で上に上がれなのか。よーし、いや強かったぞ普通に。ここなんで待ってたんだ、3体も。しかもここ中繋がってるし、喧嘩とかなってないんか中で。あー、なんか王座みたいなとこがある。ここが村のその王座だったのかな。ここから指示してたんだろうね。何か聞こえる。え？え？ほらな、無事じゃったろ。シンドリでしょ。間抜けな息子たちが来る前に消えればよかった。いたんだ上に。ねえシンドリ、これを見てくれる？
本当ですか？ちょうど今暇してたのね。無敵じゃねえか。シンドリ無敵じゃねえか。トラベラーだ。うわ、なんてひどい。トラベラー、うん、ひどい匂いだし、何匹の虫がいることやら。でも見事な鎧だ。もっと綺麗な何かを作れるか試してみましょうか。どうです？新たな図面が暗録された。貯蔵庫に何かいいものはありましたか？あ、ごめん、貯蔵庫行ってないわ。あ、やばい、喋ってる。どこで行ける。あー、これ無理だ。あべ、大丈夫か？どこで喋ってる？どこにいる？姿が全く見えねえ。でもけどいる、確実に。あ、これか。ノミとやらは急ぐんじゃ。気づかれる前にノミの先端を取っておさらばするぞい。オッケー。あれ、うん、ありゃりゃ貴様。いやいや、バグってる、バグってる今。いや、バグってたよね。ちょっと、え、なんか透明だったよね。なんか、え、万物の神のご意志。透明な敵を倒したのかと思った。そうか、マグニー、こいつの相手は任せろ。行け。バグってたからさ。あら、おい、どこ行くつもりだ。やばいぜ兄貴、このチビ弓持ってやがる。おう、怖いね。戦い戦いなのこれ。うわ、やっべ。待てよ。やべえ、息子がやべえな、あれ。くっそ、こいつ。ちょっと待って。待て待て待て、やばい、息子がやばいな、これ。くっそ。歩けないようにして。一回出そう。いや、全部弾いてる。ナイス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 。ヘラ時間にしといてよかったよ。張り合いのある相手か。いけ。俺、いや強い。それにしても大丈夫か息子。危ない、なかなか強いね。やばい、怒りもな、溜まってないしな。こいつは強いかもしれないけど防御がないから。やばいやばい、息子、鹿が溜まったらすぐにやるからな。いいぞ息子、まんべんなく攻撃していこう。危ない、大丈夫か。いやー、麻痺ったりしないよね。でも麻痺攻撃なんだよな、息子のあの武器。やばい、危ない。おおお、マジで。やばい、外した外した。あれ、波入ってる。なにこれ、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 なにのモード今の。よくわからん、無視しよう。謎のモード、充電モードかもしれん。やべ、なんだ。いや、奥の方は何されてるんですか、あれ。充電中。でも体力回復してないよね、別に。なんなんだ一体マグニー。おわー、二人で。ちょっとやばいやばい、おい、後ろにいろ。なんだこれ。なぜつけ狙う。オーディンの目的はガード。違う、こっちに来いって。やばい、どこだ。いる。黙れ、うるさいな。うわ、危ねえ。声でか。面白い、なんだこの戦闘。やばい、あぶねえ。おもろいけどむず。こんなんでよく行く。こっちだ、こっちだ。よっしゃ、黙れって言ってるだろ。おい、落ち着くんだ。やばい、なんだそれ。待て、息子に手を出すんじゃねえ。ちょっと待ってくれ。でも戦いがちょっと厳しいな。息子出せ出せ、よし。いや、結構ダメージ入ってる、マジで。うん、いいね。ダメージ入ってんだよな、結構。あ、なんだ。おー、ナイス。 X で
行け。破断攻撃いいね。やばい。うわ、2回目だ。2回目のこれだ。お前の顔が切れて、これ厄介だな。母上のことは言うな。気にすんな気にすんな気にすんな。やばい、誘いに乗るな。あぶねえ、今一回来たけど帰ったな。なんだ今の。やばい、危ない、こっちだ。なあぶねえ。我の息子たちになぞやられはせん。おい、すまん、言い過ぎたがの。落ち着け。逆逆逆、あぶねえ。ナイス。一回目これ罠だな。いや違う、罠じゃない、罠じゃない時もあんのか。厄介だな。動き見て、今行くからな、今行くからな、来なくていい、まずい。はい、オッケー、ナイス。やるぞ。なんだなんだそれ、うわ、なにそれ、いや、怒ったんだよこれ。まずい、集中しろ。息子出せるか。よし、出せ出せ、今のうちに行け。いいコンビだ、いいコンビだ。いいぞいいぞ。やばいやばい、回復だけしよう。危ない、強い、ガードがあんま効かない。お、やばい、それ何それ、それ何それ何それ何、やっかいやっかい。気にすんな気にすんな。やーべ、強えな、マジでマジで強えな。回復アイテムない、もう。わお、わお、厄介だな。じゃあこいつから先やった方がいい気がするけどな。いやー、また厄介だ、厄介な技を。いやー、強すぎる。待てよ、ちょっと撃ってもらって息子に。ちょ、これ回復ないときついけど、ないんだよね。自動回復もないしね。ちょっと投げるか。やばい、来た、距離取ってんのバレた。ちょっとずつちょっとずつちょっとずつ、これ横から来られたら終わるな。やめろって。おい、息子に手出すな。あいつマジで盾持ってないからさ、守るものがないからさ。危ない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 。いいんだけど、やばい、これ厄介だよ。うわー、もう終わりか。もう終わりかじゃないって、キッズ強えな、めっちゃ笑ってるやん。よしよしよし、いいぞ、一人倒した、マグニー。あと一人だけ、文字だけ、文字だけ、あと文字だけ、こいつだけなんだけどな。いいぞ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 。あっちょっとあっちょっと、充電中充電中、向こうは向こう充電中だ。いいぞいいぞ、いや、チャンスチャンスチャンス。なんか生き返ったんだけど、マクニが。何生き返ってんのこいつ、なんで。おお、めっちゃ押されたぞ今。なんでなんで生き返ってんのこいつ、厄介なんだけど。俺先に文字倒したらいいんか、同時に倒さなきゃいけないのかな。いいぞいいぞいいぞ、よし。え、まだまだあんのかい。おぶだ。いや、どうしたいんだ。ちゃんはこいつと寝るほどシリガルだったのか。いや、お前ら負けてるからな。アトレウス、我を失うな。いけ、ほら、ナイス。うわ、嘘だ。どうやって今に後悔するぞ、クソ。あったるが、逃がさねえぞ。あ、大丈夫か大丈夫か。え、熱だ、再発したか。違う、
僕は。お前席に血が混じっとる。フレイヤに見てもらわんと。嫌だ。立てるか。大丈夫、その息じゃ。行った方がいいんじゃない、一回。平気だってば。魔女の家に。でも一人倒したぞ。気にかけておくぞ。こいつ盾なかったからな。でも強かった、めっちゃ。結構2、3回死んだかもしれない。強かった、巨人の飲み。あ、ちゃんと当たり判定ある。踏んどいたわ。はい、ここで回収するのか。うわ、最初のシーンに似てる。いきます。最初のシーンっぽいな。なんかあれは木だったけど。おお、これか。はい、こうか。それでよい。これでヨトゥンヘイムへの旅のルーンを刻める。うん、橋を渡れるはずじゃ。やったの。さらにの、術で封印された他の扉も開けられる。ここも。例えばそこの扉。マジで。波があるなら扉を通れるはずじゃ。え、接合点を見つけてから RT で波を打つ。え、どういうこと、どういうこと。え、なにこれ、むず。接合点でどこ。ここ。あ、大丈夫、くしゃみしてる、大丈夫。ここ。え、あれ、接合点ってなんだ。ああ。え、ちょちょちょ、恥かいてる恥かいてる恥かいてる。めっちゃ間抜け。え、ここじゃないの。他にもあんのか、接合点が。めっちゃ恥かいてる。めっちゃ弾かれてるけど。接合点って何。あ、これか。わお。いや、どうやって開いたのかいまいちわかんねー。けど今までのとこも開けれんのか。だいぶ広がるね。殺しちゃった。そうじゃの。神のマグニを殺したんだ。大した神ではないが、まあそうじゃな。大した神ではないんだ。いや、ここもなんか開けれそうだけど。大した神ではないというのは間違いか。アースガルズの神々が黙ってはおるまい。身を守った、ただそれだけだ。恐れることはない。そうだね。理由はどうあれ、復讐の種をまいてしまった。神を殺すだなんて。息子、息子大丈夫か。あそこ終わりたいけどね。あ、音がする。ちょ、ここ開けたいんだけどな。あと2個あるっぽい。なんか、え、誰か寝てる。なんかいい感じのアイテムあんだけどな。これ登っちゃったら違うもんな、もう絶対。え、全然見当たんないけど。全然見当たんねえ。大丈夫？息子マジやべえじゃん。くしゃみが止まってない。全然見当たんない。ちょ、息子一回登るか。ダメそうだ。いくよ。ほい。おい、これはどの部分なんだろう、あの巨人の。こっからだと見つかるとかあんのかな。え、ないね。でも、あ、ここ割れんじゃん。待てよ。おお。あー、で、下のあれが割れるようになったのかな。あー、ありがてえ、それは。でもだ、俺はあの青いやつを見つけたいんだけど、青い扉を開けたいんだけど、開ける場所はなさそうなんだよな。どこにあるんだろう、あれ。あ、ここも降りれんだ。お、え、誰かが外を見ながら凍ってる。でもなんかここ牢屋っぽいから、あれなのかな、刑務所的なところで捕まってた人が凍らされたのかな。全然見つかんないな。でも難易度高いね、ちゃんと。1個しか見つかってねえわ。他にある？全然わからん、マジで。よし、まあ、や、とりあえず。あ、どうした？アルトルース。ないよ。ん？あれか？違うな。あんな上まで上がんないもんね。わかんない。ちょっともう。
もう全然わからん。俺見つけんの苦手だわ。ここはさっきのところだ。うん、帰り道を。あ、なんこれ。いただき。帰り道がだからさっき開かなかったあの扉なんじゃない？あそこにあったよね。シンドリ、また後で会おう。調子が良くないようじゃの。大丈夫。ここが開くなったわけよ。ならばしっかりしろ。大丈夫じゃないでしょ絶対。ん？あ、ここなんか、ここだ絶対。あー、そういうことか。なんか赤くなるとこを探してね。なんかおもろ動き。あ、ここだ。え、もうちょいこっち、ここだ。2階なんだ。そしてへえ。よし。ねえ、そういえば、うん、マグには生き返らなかったね。そうだね。確かに興味深い。不死身じゃないんだ。アス族はバルハラへの生き方を知っておる。バルキュリアなしで行け、ヘルヘイムの門も通れる。何か意味があるのかな。これもまだ使えないな。今水晶ないかな、どっかに。あ、ありがたい。これ宝箱開けれるじゃん。あ、ちょ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 、宝箱開けよう。息子、ナイス。何入ってるかな。おう、まあ持ってった方がいいよな、こういうの基本的に。大丈夫か息子、心配だ。よし。うわ、また見て、巨人の手のとこだ。あるじゃん、あれ、ロープウェイ。何なんだろう。漁師が取れた魚をここに運び、あの仕掛けを使って直接市長の調理場へ運んだのじゃ。残りはここで売られた。親指の下に出口がある。行く方法を探せ。親指の下にあれ出口があるの。まあ渡るんだろうね。まず壊しては動かせる。大丈夫かよ息子、マジで。でめっちゃ心配なんだけど。こっち持ってきて。でもあれ上の上にどうやって上がるんだろうね。一回止めるんだろう。あれ外した。よし。あー、見せた見せた見せた。癖で、癖でさ、ちょっと。よし。で、どうやって登んだっていう話よな。あー、でも登れそうだね、普通に。なんか、あれ登れない。なんか登れそうなのに登れないな、ここ。ここじゃないとすれば、ん？こっちだ。あー、いや、逆に？あそこを通れる。行こうか。え、逆に、あ、あー、の道から出られそう。なるほどね。んー、じゃあちょっと俺は先を予想しすぎたんだ。息子乗ってくれ。ちょっと早まりすぎたね。よし。これ絶対一人でやるやつじゃないもんな、村の想定では。よし。上に鎖がある。うん、下ろしてくれ。おい、大丈夫かマジで。めっちゃ心配だぞ。これで行くのね。これで、あ、え、息子降りちゃった下に。これでだよ。あー、繋がってんのね普通に。なるほど。ん、繋がってるよね。あー、オッケー。こっちだぞ。なんかある。まあ、一応道切り開いとくか。いつか来るかもしんないからな、ここにも。また帰ってくるかもしんないから、その時のために。多いねこれ。制作陣のお気に入りなのかな、この暗号の解き方。でも楽しいこれ。どこだ、あった。うまくなってきた。よーし。まだかかりそうかな。手のひらの下じゃ。もうすぐじゃの。オッケー。よく知ってんね。ミーミル。うわ。こっちも上がれる。なんかあんのかな。あ、いや、普通に上に上がれただけか。え？普通
通にあの今の道を行くんだよね。え、開けられてる。もうなんてこった。俺より先に冒険してるやつがいんのか。おいおい困るぜ。降りれない。俺より先に冒険してるやつがいるとか困るぜ。息子大丈夫か。上がるぞ。よし。僕たちがやったこと、死んだ巨人を登って、落ちる土に乗って、悪い神と戦った、母上だったら、お、よくやりきった。帰ってきた。ありがとう。そうだね。あ、ここもそっか。待てよ、ここ開けてみようか一回。あそこ。待って、ミスター。ここ。で、感じる。違う。もうちょっと上。違う。これ絶対マウスでやった方が簡単なんだろ。ちょ、マウスでやろうか。あ、マウスでやった方が絶対簡単だ、これ。え？ 3 箇所だ。マウスでやるわ、次から。この暗号だけ。ここだ。コントローラーと難しい。湖は戻るっぽいけど、一旦ここを見とこうか。あー、これがあんのね。ここを見ろ。隠し部屋。あ、こいつも知っとるか。おい。わかった。うわ、なにこれ。え、あ、すごい。なにここ。エレベーター。この場所、まるで、監獄みたい。監獄だとしたら、外の魔法の鍵の説明がつく。はあ。でもそれだけじゃない。感じるんだ。これなんだろう。何かが僕たちを待ってるような。え、お前さんの不吉な予言は当たるからの。本編と関係ない敵と戦う、もしかして。うわ、なんだここ。何か強力なもの。それが何であろうとも、どうにかする。かっこいい。ここまで来たのだろう。はい、これ多分本編と関係なさそうだよな。え、あんのかな関係。あ、でもなんかこれあるじゃん、出口。なんだここは一体。なんかやばそうだね。めっちゃ回復アイテムあるけど、開けてみるか。何入ってた。忍耐の印。回復アイテムめっちゃあるけど関係ないのか。一旦行ってみるか、こっち。ほっ。捕らわれたバルキュリア。バルキュリア、まさか本当にやったのか。バルキュリア、戦い？魂じゃないの？ボス戦これ。ボス戦でしょ絶対。バルキュリア。絶対ボス戦でしょ。手強い敵は思いつかん。攻撃してこない。僕たちに気づいてる。え？うわー。ボス戦じゃん普通に。喋るし。そう。普通にボス戦始まった。倒すか、とりあえず。なんか打天使みたいな感じでかっこいいね。中二病死がくすぐられる。まったく。ついよ、ちょっと待って。めっちゃ強いんだけど。え、瞬殺された。ちょっと待って。え、これ強い。後からにしない。息子後からにしよう。宝箱だけもらって帰ろう。ダメだこいつ。え、めっちゃ強かった。ついてこい。これだっていつでも来れるもんね。しかもサブだったし。いやー、ダメ、めっちゃ強かった。絶対今じゃない。うん、とりあえず帰ろう。どこに帰ればいいんだ。あー、そこに行くのか。まあ いや、とりあえずブロックの元へ帰ろうか。よし、ここ走んなきゃね。プレイヤーに見てもらうのはどうじゃ。平気、もう大丈夫。本当に少し休みたかっただけ。休めてないよ、死んだよ。うん、巨人の飲みは手に入れた。ロトンヘイムへ行くにはもう一つ、頂上の門に刻む旅のルーンがいる。旅のルーン、それがあれば巨人の世界へ入れる。知らないぞ。わしは知らん。じゃが、ヘビいわく巨人はキュールに秘密を託しておったそうじゃ。キュール、もう死んでるでしょ。ああ、じゃが、あやつの宝物庫が近くにある。なるほど。扉は神殿の下じゃ。
蛇が目を覚ますまで長い間湖の底に眠っておった。その宝物庫に行けばいいと。ラトンヘイムの黒のルーム、そこで見つかるはずじゃ。オッケー、ありがとうな、ミミル。そこ行ってみよう。よし。さあ、まあでも今回のパートはここまでにしとこうかな。おめえにビビってアンドバリが逃げたんじゃねえか。うん、よくわかんない。さあ、じゃあ次回宝物庫へと向かいたいと思います。ちょっとね、3人での冒険になってきたけど、いやー、おもろいな。敵強いけどね。まあいや、次回やっていきます。ではポッキーでした。じゃあバイバイ。